なんかまだベタベタしてる気すんな。結局撮影終わんなかったな。明日もあるからいいって言ってくれたけど、終わってねえの俺だけだし。表情乗せろって言われてもどうやるんだそんなもん。大ちゃん、あれ、おかしいな、帰ってきてるはずなのに。お、あ、いたいた。なんだよ。大のすっぴんいただき。くだらねえことすんな。くだらなくない、くだらなくない。これマネージャー命令だから。は？オフショットいっぱい撮っとけって。ファンクラブの開放で使うんだってさ。それに大だっていっぱい撮られりゃカメラになれるって。おい、おーい、ダイ、ダイちゃん。なんだよ。一応釘刺しとくけど、アイドルなんて柄じゃないとか向いてないとか言うなよ。なこと言わねえよ。あっそ。バカにすんな。一度やるって決めたことそんな簡単に投げ出さねえよ。はあ、よかった。もしダイがそういうカッコ悪いこと言ったらぶっ飛ばそうかと思ってた。お前、何でも殴って解決しようとすんのやめろよな。古いテレビじゃねえんだ。人間なんだから、まずは話し合え。大って見た目に反して平和主義だし大人だよね。けど、殴った方が手っ取り早い時ってない？ない。つかそれを今やると、式にめちゃくちゃ怒られるからな。わあ、めんどくさ。わかったら自重しろ。真面目な話、結構へこんでる？別に、へこんではいない。そもそも、自分が人気商売向きだとは思ってねえし。想定内ってこと？少なくともお前と比べたってしょうがないことぐらい、わかってる。まあね、自分で言うのもなんだけど、俺向いてるわ。水を得た魚って感じ。言ってろ。けど、お前だって魚になるのは得意だろ？泳いでたんだから。それ、うまいこと言ったつもりか？うまくない？うまくない。お前、柄にもなく説教しに来たのか？惜しい。ちょっと外れ。あ？年上ぶりに来た。ほら、大ちゃん、翼お兄ちゃんに甘えてごらん。愚痴でも何でも聞いてあげよう。帰れ。おお、ちょ、待った待った。あ、わかったわかったから引っ張らない。シャツ伸びる。この T シャツコラボティでプレミアものなんだけど。てか大ちゃん、平和主義じゃなかったね、聞いてる？聞いてない。聞けって。おい大。ったくもう、わかりやすくへこみやがって。言っとくけど、お前よか、八つ当たりされた立花の方がよっぽどへこんでたんだぞ。後でちゃんともっかい謝っとけよ。これはお兄ちゃんからのお説教な。誰がお兄ちゃんだ、バカ。立花、ここにいたのか。部屋にいないから探した。あ、ごめん。隣いいか？うん、もちろん。その式、なんだ？今日はごめん。俺のせいで現場の雰囲気壊しちゃって。お前は何も悪くない。大のメンタルは大自身が自己管理するしかないって。厳しいな。別に大を責めてるわけでもない。慣れない要求を突きつけられて、質の高さを求められている。ナーバスになって当然だ。うん。そうだよね。
ちなみに翼は例外だ。あれはいろいろ規格外だ。比べるだけ馬鹿らしい。確かに。最初は誰でもあんなものだろう。ダイもあれくらいで放り出したりしない、そういうやつだ。なのに旗で見ているお前が落ち込んでどうする。そうだよね、わかってるんだけど、ごめん。なんだか人事とは思えなくて。ダイのことか。うん、そう。すごく昔、まだ小さい頃の話だけど、俺もモデルになったばかりの頃に、笑え笑えって言われ続けて、どんな顔していいかわからなくなっちゃった時があって、考えすぎてカメラの方を向けなくなっちゃった時があったんだ。お前らしいな。何でも真面目に、難しく考えすぎる。だろ。今日の台を見てたら、あの頃のことを思い出しちゃったんだ。だから勝手にハラハラして、信頼して見守ってあげなきゃいけなかったのに、余計なことを言っちゃったね。あの押し出しの強そうな見た目に反して繊細だからな、ダイのやつ。そうか、お前たち案外似た者同士なのかもな。え、そう？ああ、二人とも顔と中身の釣り合いが取れてない。なるほど。しかしお前はどうやって克服したんだ。え、笑えなかったんだろ。だけどお前は克服した、だから今がある。ああ、うん、それは。そういえばあの時俺どうしたんだっけ。小学校にも入ってない子供だった。スタッフは大人ばかりで、ガチガチに緊張しちゃって、指示はうまく飲み込めないし、やり直せばやり直すほど焦るしで、嫉妬もうまくいかなかった。その時俺はどうした。数をこなすうちに慣れたのかな。いつの間にか、なんとなく。いや、リッカ、あの、何こそこそ話してんすか。ダイ、今の俺の話ですよね。ああ、そうだ。今日のことについてのダメ出しなら俺に言ってください。そういう趣旨の話じゃない。今日の反省会をしてただけだよ。俺の反省会をあんたがするのはおかしいだろ。うん、そうなんだけど、ダイ、今日は本当にごめん。ダイのことを信用してないみたいに見えたかもしれないし、気軽に流そうとしたみたいに思えたかもしれないけど、そうじゃないんだ。俺がもうちょっとうまいことを言えたらよかったんだけど。あんた、なんか勘違いしてるんじゃねえのか。え？俺はあんたが格好良すぎて悔しくなっただけだ。ダイ、恥ずかしいこといちいち言わせんなよ、クソ。俺は別に翼みたいに目立ちたいわけじゃない。歌を聴くのは好きだけど、歌うのが好きってわけでもなかった。才能があるとも思ってない。この仕事向きじゃねえことぐらい最初から百も承知だ。そんなこと。いいから最後まで聞けよ。アイドルなんて選択肢、俺の中にはこれっぽっちもなかった。でもあの日、式に誘われて、なんでかやってみたいと思った。自分でもわからないんだ。だけどやりたいと思った。だから引き受けた。向いていないことを知ってて、それでもやるって言ったんだ。半端な覚悟はしてねえよ。そこまで見くびんな。始めたばっかで、まだみんなに全然追いつけねえけど、できねえこといっぱいあるけど、俺だけ手加減されるのは、まっぴらごめんだ。もっとやれ、挑戦しろって言われるのが嫌いじゃない。
上等だって思うし、正直結構楽しい。俺は翼にも四季にも、それからリカ、あんたにも負けたくない。負けたくない。ダイ、もうその辺にしとけ。すいません。けど俺、この人見てるとたまにものすごく腹立つんで、せっかくだから言わせてください。俺は、俺よりよっぽど何でも器用にできるくせに、自信なさそうにするあんたを見返してやりたいんだ、リッカ。見返す。なんだよ。そうだ、思い出した。何を？四季、俺明日の大の撮影でちょっとやってみたいことがあるんだけど、相談に乗ってもらえないかな。まあ俺にできることなら。大もいいよね。まあなんだか知らねえけど